今ものすごい勢いで、オーストラリアが軍事力拡大しているのをご存知でしょうか。現行のアンザック級フリゲートの代替艦を模索中で、オーストラリアのシンクタンクの中には、日本のもが身型護衛艦を押す意見が出ているとの情報をキャッチしました。今回は、そんなオーストラリアが、熱視線のもが身型について詳しく見ていきます。親潮潜水艦もあるし、今後、オーストラリアとの関係は拡大していきます。フランスは、潜水艦契約破棄の後、どうしているんでしょうね。2021年9月に、オーストラリアは、アメリカとイギリスとの間に、この3国による新たな軍事同盟のオーカスを発足させることを電撃的に発表。その中核には、オーストラリア海軍が、攻撃型の原子力潜水艦を取得する目的が含まれ、注目を集めた。オーストラリアといえば、これまでに原子力発電も行っていない国であり、政治的には、原子力のそうした平和利用にも、大きな制約をかけていたことでも著名であったことから、この方針転換は、少なからぬ驚きを日本にも与えた。ちなみに、オーストラリアは、世界で最大の石炭輸出国であり、自国の発電も、およそ 85% を、石炭による火力発電で賄っており、その、安価で豊富な石炭もあって、原子力の利用に、歯にはこれまで消極的だったと言える。さらに、オーストラリアは、最大の貿易相手国である中国を、その石炭の最大の輸出先ともしてきたが、新型コロナウイルスをめぐっての中国との関係悪化から、そうした取引にも亀裂が生じ、英米との協調へ回帰したとも取れる。そのため、オーストラリアは、中国に対して、好意的な政策を長年にわたって言ってきたが、前述した新型コロナウイルスをめぐる対立や、南シナ海の覇権の確立を目指す中国に対し、ようやく、安全保障上の観点から、方針の転換を図った状態だろう。オーストラリアは、第二次世界大戦時には、日本から、本土に空襲を受けた経験はあるものの、以後は、地政学的な観点から、大きな仮想敵国が周囲に存在しないという恵まれた状況にあり、親中派の台頭が目立った感はあった。ただここに来て、中国が、南シナ海を勢力下に収めんとする姿勢を明確にしたことは、オーストラリアにとっても看過することのできない安全保障上のリスクだと考える方向へ変化、様々な軍備の更新を、それに向けて進めようとしている。オーカスによる攻撃型の原子力潜水艦の調達は、その最たる例と言って過言ではないと思えるが、通常の海上の戦力についても、同国は見直しと増強を期としており、今年2024年2月には、政府が新たな海軍の増強計画を公表するに至った。その中で、オーストラリア海軍は、1993年から2006年にかけて8隻を調達。現在も、運用中で老朽化が囁かれているアンザック級フリゲートの全隻を、新型のフリゲート艦11隻を調達し代替する方向を打ち出した。ここで、オーストラリア海軍が想定しているのは、排水量で、3000トンから5000トンクラスの標準的で汎用性の高いフリゲートであり、世界的に見れば、そのクラスの中でも、小中規模の艦艇を念頭に置いていることが伺える。このオーストラリア海軍が、排水量3000トンから5000トンクラスの汎用性の高いフリゲートの取得を目指している背景には、大型艦より、兵装面や作戦行動範囲では劣るものの、小回りの利く警戒と監視に重点を置いているとも見されている。ちなみに現在のオーストラリア海軍が、保有・運用中のアンザック級フリゲート8隻だが、ドイツの MEKO200 型フリゲートをベースに建造された艦艇で、お隣のニュージーランド海軍も、テカハ級として2隻を調達している。アンザック級フリゲートは、基準排水量が3300トン。満載排水量が3600トン、全長が 117.5 メートル、全幅が 14.8 メートルの艦隊に、ディーゼル2機とガスタービン1機の機関部の CODOG 方式の機関部を搭載、最大速力は27ノットを確保している。その主な兵装は、
54口径の 127mm 単装砲 MK45 を1機、ハープーン艦対艦巡航ミサイル用の4連装発射筒を2機、マーク41モッド5 VLS を1機、8セルに艦対空ミサイルを収めて股間防空を担い、後部には飛行甲板と収納庫を備え、回転翼機1機を運用可能である。今回、このアンザック級フリゲートの代替候補の艦艇として、オーストラリア政府が明かした報告文書には、ドイツの MEKO、A200、スペインのアルハ3000、韓国の耐久級に加えて、日本のもが味方護衛艦の名が記されていた。この内容を受けて、日本の一部からハモが味方護衛艦が、その一角に名を連ねたことを非常に歓迎する声が高まっており、これまで、防衛装備品の完成品を海外に輸出できた実績がほとんどない日本にとって好機と見る向きが多い。しかも、こうした日本側の一方的な反応だけではなく、オーストラリアのシンクタンクにおいても、オーストラリア海軍のアンザック級フリゲートの代替候補としてもが、味方護衛艦を有用と見る技術を行ったことで、その期待はさらに高まった。このシンクタンクは、オーストラリア海軍が、アンザック級フリゲートの代替にもが味方護衛艦を選択することの意義を、日豪両国が、いずれも、アメリカとその同盟国を中核とした地域の安全保障戦略に合致するものと見ているようだ。さらに続けて、日本のもが味方護衛艦は、対潜、対空、対艦、対地、艦隊防空等の戦闘能力において、オーストラリア海軍が必要とする新型の汎用フリゲートに必要な性能を有していると記述している。加えてもが味方護衛艦は、オーストラリアが現在進行形で進めている特殊作戦用向けの回転翼機 MH60 ブラックホークの運用をスムーズに行えると述べており、アメリカ軍に準じるもが味方護衛艦の使用を評価した形だ。そして、このシンクタンクは、日本のもが味方護衛艦は22隻の建造が予定されており、ここに、オーストラリア海軍への11隻の建造を加えるとするならば、少なくとも33隻を数えることになり、メンテナンスコストの抑制にも期待ができると述べている。ただし、懸念すべき点としては、やはり、日本が、これまでに、防衛装備品の完成品を海外に輸出できた実績がほとんどないことも指摘しており、機能面やメンテナンス面での評価とは異なる冷静な意見も付け加えられている。ちなみに、実際の海上自衛隊におけるもが、味方護衛艦の建造は、12隻をもって終了することが確定しており、以後は、さらに、これをベースに、若干の大型化が図られた新型の FFM が12隻建造される予定であり、オーストラリアの件が具体化するのならば、後者が対象になる可能性が高いだろう。また、ここで、オーストラリア側から名前が挙げられた艦艇としては、ドイツの MEKO、A200 は、現行のオーストラリア海軍のアンザック級フリゲートの直接の後継にもあたり、トレンドのステルス性を向上させたものにあたる。ビツの MEKO、A200 は、すでに、南アフリカ海軍で4隻、アルジェリア海軍で2隻の採用実績を挙げており、オーストラリア海軍が望む仕様変更等にも柔軟に対応可能ではないかと見られ、アンザック級フリゲートでの取引実績もプラスに移る。スペインのアルハ3000に関しては、未だ計画の段階であり、実際に建造された艦艇が存在しないことは大きな懸念点だが、オーストラリア海軍は、キャンベラ級教習揚陸艦2隻を同社から調達した実績があり、そこが強みと考えられる。韓国の耐久級は、韓国海軍では、2023年10月までに8隻が建造され、収益を果たしており、基準排水量は2800トン、満載排水量は3592トン、全長は 122.0 メートル、全幅は 14.0 メートルの艦隊に、コッドログ方式の機関部を搭載、最大速力は30ノットを発揮する。主兵装として、韓国の耐久級は、マーク45モッド4、5インチ単装砲を1機、国産の人手艦対艦ミサイルの4連装発射筒を2機、同じく、国産の KVLS を16セル備え、各種の対空、対潜ミサイルを運用することが可能である。ただし、韓国海軍では、
耐久級の次級で満載排水量を4300トンまで船体を大型化させた、ただし南級を今年2024年内には収益させる予定であるため、オーストラリアへの提案にはこちらが用いられるのではないかと目されている。加えて韓国はドイツや日本に比べても造船能力では上回っているのが実情であるため、オーストラリアからの納期等の要望にフレキシブルに対応できる可能性が高く、その意味では個人的には本命ではないのかと感じている。